皆さん、こんにちは。楽天証券広報担当の松崎です。本日は当社投資運用室で運用しているラクラップの運用報告についてご説明いたします。時間は10分程度を予定しております。どうぞよろしくお願いいたします。今回は以下の5つの順序でご説明させていただきます。はじめに、ラクラップの主な特徴についてご紹介させていただきます。ラクラップの主な特徴は、おまかせ資産運用とロボアドバイザー、そして投資助言が挙げられます。 長期投資や積立投資を念頭に置いた商品です。詳細については当社のホームページにラクラップの専用ページがありますので、そちらでご確認いただきますようお願いいたします。当社の口座をお持ちでない方でも、当社ホームページの上部にあるロボアードボタンをクリックしていただければ、ラクラップの専用ページに入れます。それでは、ラクラップの運用報告に移らせていただきます。まずは今市販機の運用状況です。こちらは、 ラクラップの旧コース別の足元3ヶ月のパフォーマンスのグラフです。インフレに対する各国の中央銀行の利上げがやや落ち着いてきたことを背景に、株式市場、債券市場ともに堅調な推移となりました。このため、ラクラップの各コースの3ヶ月実績は堅調な推移となりました。 なお、DRC ありの600番から900番のコースについては、昨年2月と12月に株式市場と景気判断の数値が条件を満たしたため DRC が発動され、現在も DRC 発動中のポートフォリオとなっています。DRC の発動につきましては、こちらのページにありますように、当社ホームページのラクラップ通信の記事に詳しい説明が載っていますのでご参照ください。次に、各資産の動向をご紹介します。 こちらのグラフは足元3ヶ月の各資産の動向です。ラップに含まれる資産は先進国リートを除き全ての資産でプラスとなりました。次に運用コース別の足元の資産配分の状況をご紹介します。3月から5月までの該当期間では定期リバランスを4月に実施しました。また DRC ありの600番から900番のコースについては DRC 発動中のポートフォリオとなっています。 この結果、各コースの資産配分はご覧の円グラフのようになっています。次に、サービス開始来の運用実績をご説明させていただきます。こちらは、各運用コース別の運用開始来のパフォーマンスです。各コース、2016年7月4日に1万円でスタートし、現在までそのまま保有した場合のパフォーマンスとなっています。最もリスクが低いコースの100番は、運用開始から保有した場合、 現在11,338円。最もリスクが高いコースの500番は17,392円となっています。こちらは各運用コース別のポートフォリオのリスクリターンの目標と実績の比較表です。グラフ上の青い点が実績、赤い点が目標を表しています。また、グラフの横軸がリスク、縦軸がリターンとなります。 全体的に目標の赤い点よりも実績の青い点の方が左上に位置していることから、いずれのコースも目標より低いリスクで高いリターンを上げられたことがわかります。次に今後の投資方針をご説明させていただきます。今後も長期分散投資の運用方針に変更はありません。ラクラップは10から20年以上の時間をかけ、年金スタイルで資産形成を図る運用サービスであり、長期投資を徹底継続します。 基本方針の具体的な内容についてはこちらのページに記載の通りです。ラクラップは世界有数の投資助言会社であるマーサーインベストメンツ社の助言を受けて年金型、国際分散投資型で長期投資や積立投資に適するように運用を行っている商品です。最後にラクラップを積立投資に活用した例をご紹介させていただきます。こちらはすぐに使う以外のお金を銀行預金に置いておくのではなく 時間分散を図りながら、ラクラップの600番、やや補修型 TRC ありのコースと、先進国株式の為替ヘッジなしのファンドに毎月積み立て投資を行った場合の例をお示ししています。結果はグラフをご覧ください。青い棒グラフがラクラップ、オレンジ色の棒グラフが株式ファンドに投資した投資元本額を表しています。それに対して、時価評価後の資産評価額を白い折れ線グラフで示しています。 橋本、2023年5月末の時点では、投資元本合計504万円に対し、資産評価額は628万円となっており、銀行預金に置いておくよりも大きなリターンが得られたことになります。市場は上下度を繰り返しますが、この例のように時間分散を図りながら積み立て投資を行うことで、市場の上下に一気一せず、徐々に利益を積み上げていける可能性が高まります。 できるだけ早く投資を開始し、できるだけ長く投資をすることが、資産形成で成功する可能性の高い投資の方法の一つです。なお、長らくご報告させていただきましたこのページの企画ですが、都合により今回を最終回とさせていただきます。長い間ご視聴いただきありがとうございました。本日はラクラップの運用報告会をご視聴いただきありがとうございました。次回も3ヶ月後をめどにご報告をさせていただく予定です。 今後ともどうぞ、ラクラップをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。本日はご視聴いただきありがとうございました。